はい、ここでは割合とパーセントの計算方法、求め方について再確認するところです。こういう感じですね。でこういう感じのね、割合パーセントの計算っていうのはもうね、ファイナンシャルプランナーの試験でもめっちゃ当たり前のように出てきます。そもそもね、普段の買い物でもね、よく見かけますよね。でだからね、ここはもうこういう感じの問題を徹底的に取り扱ってマスターするところなんでね、もうこういうの大丈夫やでっていう人はもうこの動画見る必要はないと思います。ね、ちょっと自信ないですわ、騙し騙し来ましたわ、数学嫌いでしたわ、算数苦手でしたっていう人は再確認しておいた方がいいと思います。じゃあまず一つずつ見ていきましょうね。まず、割合は全体を1とすると、これ何のこっちゃ言うと、ジュース 100ml を5人で分けるっていうのを想像してください。これ缶ジュースですね。で、1本あるとしますね。これだから全体を1とするってこういうことですね。缶ジュースが1本あるよと、これを5人で分けるっていうことは5等分するんですね。5人で分けようって言って、そしたら1人当たりどれだけ飲めますか。全部で 100ml ある、それを5人で分けんねんから、1人当たりは 100ml を5人で分けて1人当たり 20ml飲めますよね。これは OK ですね。一人当たりこんだけ飲めるよと。で、この 20ml っていうのはちょっと書き方を変えたら、この全体ジュース 100ml の5分の1っていうふうにも言えません。5分の1っていうのは5個に分けた一つ分です。ね、まさに今そうですね。この 20ml ってこのジュース1本を5個に分けた一つ分ですよね。だこの5分の1っていう表現、こういう分数に慣れていこうというところです。じゃあ次、ジュース 100ml の5分の2はっていうと、これを5つに分けた2つ分なんですね。 1,2,3,4,5 5つに分けた2つ分、こんだけのことです。だから1つ分が 20ml やったんで、2つ分やから 20ml の2人前で 40ml になるっていうことがわかるんですね。で、これをもう一気に計算したけりゃ、この初めに与えられた 100ml の5分の2かける5分の2、これでいけますね。小学校の小学生のね、中学受験勉強でこう割合の問題で能は掛け算だって教える先生もいるぐらいですね。能は掛け算と思えば楽ですよね。100かける5分の2で40って出しても OK です。というか、もうこの方が絶対早いです。以上を踏まえて、このジュース 200ml の4分の3っていうのはどうなるか考えてみましょう。図的イメージで言うと、4つに分けた3つ分なんですね。こんだけです。で、これを一気に出すには、能は掛け算なんで、200かける4分の3でよかったんですよね。あとはこういうふうに約分とかして計算してあげたらいいよと。っていうところですね。ここまで OK でしょうか。でその次、パーセントですね。パーセントの計算。パーセントの計算も上とほとんど一緒なんです。で、何が違うかっていうと、この表現の仕方が変わっただけなんです。さっきまで割合分数では、こう全体を1ってしてたんですね。ジュース1本とか。パーセントでは全体を 100% と見るようにしますよと。ね。だから割合の別の表し方なんです。で、じゃあ 30% ってどういうことかっていうと、この全部で 100% のうちの30% こんだけですよっていうことなんですね。これは言い方変えると、これをこの 100% をバーって100個に100等分して、バーって100個に分けた30個分っていうことですよね。つまり 30% っていうのは100分の30っていうことができるんです。でも結論から言えば、これ計算の時パーセントを数字に直したけりゃ、計算用の数字に直したけりゃ、この100分のってつけたらいいんです。だからこれ100分率っていうんですね。72% っていうのは機械的にもうね、100分のつけて100分の72だし、こういうね、1000% みたいなね、表現でも100分の1000っていう風にしてあげたらいいよと。で、この数字を計算に使っていくっていうことになるんですね。具体的に見ていきましょう。例えば 500ml の 30% っていうのは、表現を変えると 500ml の100分の30っていうことと全く一緒やったんですね。100個に分けた30個分やと。つまり式は 500×100分の30、なんであとは計算したら約分して150とかいうふうに分かるよとっていう流れなんですね。ここまで OK でしょうか。で次、こっからね、
さらにこの 500ml の 30% 増しはとか言われるんです。でこの 30% 増しって何かっていうと、この全体で 100% からこれに加えて、さらにこの 30% 分とこれと同じ量を、これと同じ量をさらに上乗せしてくださいよっていうことなんですね。つまりこれ今全部で何パーセントになりましたか、ね、全部で 100% やった。それに 30% パッと上乗せしたから全部でこれは 130% になったんですね。だから 500ml の 30% 増しっていうのは、言い方変えると 500ml の 130% になったっていうことなんです。 30% 増えたから。じゃあ 500ml の 130% ってどう求めるかっていうと、500のパーセントは100分ので計算するから100分の130っていう風になったんですね。あとこれ約分して計算してあげたら650とか、そういう風にわかるよと。これがマシの時の考え方ですね。でもちろんね、これ 30% だから、まずこの 500ml の 30% は150っていう風に計算して、これ 150ml だよねとね、計算して、それを初めの全部の 500ml に足して650ってやってもいいんですけれどもね、このパーセントにしてから一気に求めるっていう方がね、便利な時も多いんで、ぜひぜひこの考え方をここではマスターしたらいいと思います。同様に 500ml の 30% 引きの時も一緒ですね。この 30% と同じ量を減らしてくれよっていうことです。引きっていうことはね、つまり初め 100% あったうちから 30% 分引いたっていうことは、残りこれ何パーセントになりますか、ここね、全部で100から30引いたから残り 70% になるんですね。だから求めたい 500ml の 30% 引きっていうのは、書き方変えると 500ml の 70% っていうことなんですね。じゃあこれどうやって求めるかっていうと、 500×100分の70 っていうふうにして、あとは計算してあげたら 350ml っていうふうにわかるんですね。これもさっき言ったようにね、別解としては、先にこの 30% が 150ml というのを求めといて、初めにやった500から150引いて350にしてもいいです。ね。ただまあ、こっちの方がね、便利な時もいいので覚えておきましょう。で、割っていう表現もよく見ますよね、バーゲンとかで。割もパーセントとほぼほぼ一緒で、割は全体を10割って見てるんです。パーセントは全体を 100% って見てるんですね。割は全体を10割って見てるんです。だから例えば 500ml の3割って言われたら、この10割のうちの3割っていうことは、やっぱり10個に分けた3つ分なんですね。だから 500×10分の3 で、150っていうふうに分かるみたいな感じなんですね。つまりほにゃ割っていうのは10分の2したらいいんですね。パーセントは100分の2したらよかった。ほにゃ割は10分の2したらよかったと。それは全体が 100% か10割かの違いなんですね。だこれも一緒です。3割増しっていうことは、10割から3割増えるんで、13割になるんですね。だから 500×10分の13 になると。計算したら650になると。で3割引きでも一緒です。はじめ10割やって、この3割分が減るんで、500×10 分の残りは7割ですね。10分の7になると。で350っていうふうに求まるよっていうことですね。これでもほぼほぼ計算は OK です。あとはね、逆にこれが何パーセントとか、割合何分の何とか求めるのも再確認しておきましょう。もう一言で言うと、全体分のその数、全体分のその数でいいです。でパーセントに直すならかける100してください。これ何のこっちゃっていうと、ジュース 50ml っていうのは 200ml の何分の何かな、もしくは何パーセントかなっていうのを考えたいと思った時に、まず全部で200入る器を想像するんですね。でこの中に今 50ml 入っとるよとっていうことなんです。つまり全体で200入るうちの50だけ入ってる、全体分のその数なんですね。全体で200入るうちの50入っているとね。つまり200分の50ですね。あとはこれ約分した4分の1になると。つまり 50ml は 200ml の4分の1っていうことがわかるんです。でもしこれをパーセントに直したけりゃ100倍してあげてください。パーセントに直すには100倍すればいいです。だからこれ計算したら 25% になるんですね。逆なんですね。パーセントを計算に使うには100分の1にしたらいいっていうことは、逆に
計算結果をパーセントに直すには100倍してあげたらいい。だからこれ ×100 なんですね。つまり、4分の 1×100 で 25% ってわかります。ね、パーセントを求めるには全体分のその数、パーセントに直すなら ×100 をすると。っていうのを知っておくとね、便利です。以上を踏まえるとね、この問題ができるようになりますよね。300円の 20% っていうのは 300×100 分の20でいいと。ね、パーセントのところでやった通りです。あとはこれ計算するだけですね。60円と。300円の 40% 増し。40% 増えるっていうことは、100% から 40% 増えるから何パーになるんですか？っていうと 140% ですね。だから 300×100 分の140で、420ですかね。計算すると。こういうふうに約分してね。3×140 をすると。っていう感じです。300円の 10% 引き。今度は 10% 引くから、何パーセントになるんですか？全部で 100% から 10% 引くから残りは 90% ですね。 300×100 分の90で270とっていう風になるっていう感じですね。割になっても一緒だよと。300円の7割引き激アツですね。というのも全部で10割、そのうちから7割も引いてくれるから残りは何割ですか？3割ですね。これ全体が10割ということを考えると10分の3になるとっていうことなんですね。これ計算したら90円で分かるよとっていうことですね。で最後、300円は500円の何パーセントか求めたいと。でこうパーセントに直したいときは全体分のその数ですね。全部で500円、そのうち300円があるよと。500分の300です。で求めるのはパーセントなんで100倍してあげるっていうことですね。ひょいひょいと。あとは計算すれば60って分かるんですね。 60% と分かるということですね。はい、ということでね、ここではこの割合パーセントの計算法と求め方について再確認しました。まずこの分数の計算を理解しましょうねと。そうすればパーセントも一緒だよと。というのも全体 100% だからねと。で 30% 増しの時は 100% が 130% になると。逆に 30% 引きなら 100% が 70% になるって考えれば、もうこの一番上のやり方と一緒だよねと。割はパーセントと似てて全体が10割って考える。から3割増しだと13割、3割引きだと7割で、10分のっていう風にしてあげるんでしたね。でパーセントを求めたいときは全体分のその数でよかったとね。パーセントに直したければ100倍してあげるとパーセントになるよということでしたね。